ZC32S に乗る熊地と申します。車両スペック的には1600のノーマルボアにトラストさんの TD04 のターボを積んで、いろいろ車法がかかってまして、足回りとかもトラストさんのもう吊るしで、まあバネだけちょっと変えてるような。で中身もフロントにバゲットが入ってるだけで、あとリアの背もたれ取るだけの普通の仕様で乗っております。馬力はさっき聞いたら240-250馬力。純正から比べたら結構パワーアップしてますよね。そうです、倍くらいですね。ですよね、倍近く。もともと熊地さんが ZC32S に乗ろうと思ったきっかけって何ですか？最初アバルト、まあ、今も乗ってるんですけど、その時にアイドラーズのレースに出て、でスイフトが速かったんで壊れなそうだからスイフトも買ってみっかと、そんな感じです。実際に買って、まあ、自分でいじって乗ってみてどうですか、スイフトっていう車は。まあ、普通の車怒られますよ、スイフトのオーナーの皆さん。いや、素晴らしい車です。まあ、コーナーが意外と速くて最高速はまだないけど、まあ、まあまあ普通ですよ、本当に何でも使えるし。ターボつけたってことはやっぱりパワー的にはちょっと足りないなみたいな。最初は1900のボアでっかいのにして、それも 2,3 年乗ってたんですけど、それがあんまりターボの方が好きなんじゃねえかと、でそれを友人に譲って、でもう一個エンジン買ってそれをターボにした。普通じゃないですかとか言われるのは結構いじってますよ。エンジンはスワップしただけです。1900だった時はターボと比べるとパワーの盛り上がりがないとか。ないですけど、高回転がバンバン使えるんで、要はボアがでかくなっただけでストロークは変わらないんで、まあ、楽しかったですよ。まあ、今あの隣がその1900の仕様で、作り手があのでっかい人で、両方を今試してやってるっていう。今日タイム的にはどんな感じ？今日は3秒125で、まあ自己ベストが出たんで、もう大満足で帰ります。目標タイムとかってある？目標タイムが3秒4だったんで、もう超えてしまったんで、次はまあ、まあ適当に走ろうかなと。なんかこういうチューニングしてとかっていうことになったりしますか？まあこんなもんでいいです。これ以上やると壊れそうなの絶対やるでしょ。絶対やります